ちは、札幌の美容室早任せのことです。今回はパーマで、結構彼女ブリーチこの色になってるんですけど、結構ブリーチをベースにしてて明るいですよね。はい。で、そこにゆるふわなパーマをかけていきたいと思うんですが、ベースの方がかなり短いのでちょっとデジとかだとちょっと厳しいかなと思うんですけど、質感的にはデジの質感でいきたいので、そこをゆっとミックスさせてやっていきたいなと思いますね。コテパーデジなんかミックスさせて、通常のパーマとかクリップパーマとかいろいろミックスさせてかけていきたいと思います。はい、ということで、まあちょっとブリーチで怖いですがいい感じにお願いします。ここ黒い地毛でここブリーチしてます。で、アンダーの方に、まあ、この辺はデジちょっと距離短いから普通のパーマがいいかなと思うんで、はい、今この、11ミリでテストカールしたんですけれども、このような感じにかかっております。だいたいロットの 1.5 倍からロットの2個分ですね。まあ僕だいたい2個分カールが出れば OK って形にしてます。で、中間水線に入っていきます。はい、今中間水線が終わってきました。で、ここでムササビトリートメントをまた全体につけていきます。ロットのとこもちょっとつけていきますね。はい、こんな感じでつけて、で、中間水線するとき差しピン取らないと綺麗にできないんで、差しピン取ったのでもう一回つけ、アルピニングで差しピンをつけます。はい、これで渡しますね。すごい、ダイソン速乾。ね、漏れてますね。漏れてます。先ほど言ったこの、8ラインのところの骨格調整に入りますね。ここを根元が浮かないように根元側からちょっとプレスします。はい、表面はやんなくていいのでちょうど鉢のあたりだけをプレスして、まあ、根元だけですね。で、これ根元のところを、はい、またちょっと骨格調節して、あまり毛先のあと顔周りフィットさせた方が、結構この辺は薬軽くつけたので顔周りの方もちょいアイロン振りながらちょっと骨格調節をしていきます。はい、こんな感じですね。はい、でストレートアイロン終わりで、はい、今度は、分け目をまず聞いて、はい、まあ、大体この辺ということで、聞いてないですけど、聞いてないですけど、はい、で、コテパ、なぜかけるかっていうと、デジのみでいくと、なんか、ふにゃってなったりするのがすごい嫌なんで、ちょっとこれを入れます。まあ、通常にコテ巻く感じに巻いちゃって全然いいので、もうほとんどリバースで巻きます、この辺は。で、ちょっと揺らしながら、この辺に、カールを記憶させていきます。大丈夫。こういうふうに、少しね、空冷させながら、空冷させながら、これ冷ましながらですね、少し、外気に当てながらやっていくと、よりいいですね。で、さっきこの根元ここ潰しましたんで、はい、出てきたら、まあ、とりあえず巻いとけば大丈夫なんで、とりあえず巻きます。それ熱くないんですか？これアイロン手袋です。あ、熱くないよ、全然。これでこうやってやっても熱くない。そういうやつなの。これあれ、フォーマックね。フォーマックで。はい、で、ここも自分で巻いてもらいたいぐらいですけどね。いや、怖いと。いやいや、ほんと。普段巻く感じで全然いいんで。うん、まあ、このミリ数になっちゃうけど。
これで巻いてもらった後にパームかける、まあ、巻いてるのはちょっとだけあの水分が、まあ、あの18メチルエコ酸酸使ってるんで多分それの部分でちょっとあまり乾いてない部分もあるんですけど、まあ、結構ドライ気味でもいいと思います。これに関してはこれで乾いて形ついても完全に毛髪内部の水が完全に今脱水されてるわけじゃないので、ある程度脱水させて、ある程度この形に決めてから、デジでさらに脱水入ります。やっぱりこの辺があのブリーチのダメージが今色はついてますけどなんかちょっと感じるんですよね。こういうのが通常のパーマかけたら本当危なくてデジでも下手したらちょっと微妙な感じなんでちょっと特殊なやり方でやってますけど普段はあまりこういうやり方やらないですね。あの時間かかっちゃうんで特殊な感じで、これ、鉢下、なんで普通のパーマでかけてるのかっていうのは、これ自然にクリープさせて、ガラス化させてるんで、結構ね、乾いた時と濡れた時のウェーブの差ってあんまりないんですよね、こういう風にかけると。なんで、モデルさんがウェットで仕上げることもあるっていうことだったんで、ネープの方はあえてデジとかやらないで、通常の状態にしてます。なんで今上の方だけねなるべく理想の感じに持っていきたいと思うんでダメージがあるとこのなんていうのかなちょっとしたヨレが出ちゃうんでそれがかっこ悪いですよね。パーマのヨレがヨレっていうのはなんかロットのなんか最後の巻き終わりのとこになんていうのかななんか残ってなるポイントがでちょっとこうやってずらしたりとかしてるんですけどこれ内輪と外輪の、デジを直接巻くと内輪と外輪の差が非常にロットなんで出てしまうからこれで少しそのなんていうのね内輪と外輪の部分をちょっとずらしておくんですよね。そうするとちょっと良くなります。警察止まってください止まってくださいって言ったのないの捕まったことないですよ。ちょっとはあるでしょ。ちょっとってどういうことですか。いやなんか今までないですか。え、本当にないですよ。あ、そうなんですね。意外。何ですか。お酒とか。お茶とか言って。意外。あ、そう。はい、でこの状態で、今度は巻いていくんですけど。毛先が舐めたもんね。これ死んだ。そんなに意外とダメなんだ。あ、切ってるからまだ。あ、前がもうジリジリになってます。これでデジ入ります。でデジは10分で OK です。で終わりですね。はい、ありがとうございます。お腹でかけ方ないからね。そうなの。これもうちょっと変だよ多分。普通にえっていう感じ。え、そうですね。なかなか特にすっごい普通の髪はかけれるけど自分が思ってるコテで巻いたような質感って出せなくて結構悩む何回も失敗した、うん、はい、これで熱当てます。はい、以上です。すごい。はい、今やっぱり表面ね結構まあ結構ブリーチして黒染めしてブリーチしてみたいな感じになってるんでちょっとダメージがありますがまあ、カールは出るかなと思います。で、ヘナウォーターつけます。まず。ヘナウォーターをつけて乾かしていきます。で、今回のパーマは、アンダーのところを、
クリップとガラス化自然にしてるんで、まあ、ウェーブでもドライでもどっちでも使える感じなんで、このままあのスタイリング剤つけて自然乾燥でもできます。っていう感じですね。はい、でちょっとやってみましょう。すごい、超楽。ちょっとこの首元立っていいかな、なんか雰囲気が出てる。これね、これシークレットプロダクトっぽい。っぽいですよ、匂いも感じつけにくい。これでもね、結構いいよ、プロダクトです。結構いい感じ、これ毛先につけると。あ、今日オーガニックのものしかつけてない。